姉ちゃん、あんなうちたった一人で怖くないけ？何言うけ、怖いことあるもんけ。とっちゃんもあんちゃんもなくて寂しかっぺな。帰ってくればいいもな。だけどもうダメかもしれねえって。船が出たらもう半年もなるけんな。うん、きっとこの前のしけで。誰だ、誰だそんなこと言うな。だって村の衆なんかに分かるけ。こら、なんだおめえは、なんだおめえは泥棒みてえに人の後ばっかつけおって。いや、いかんですか。実は素晴らしい縁になると思って何度も言うように僕は。何度言うてもおら断ったはずだ。君、こんなものばっかりおって。何ですって君よ。ちょっと待ってくれ。今度この辺がついたら承知しないぞ。本当に生涯でってあらしません。せっかく東京から来なすった方によ。一体どうしたんだ先生。本当にお願いしますだよ。おや、島田さん、どうしたんです。もう引き上げですか。ああ、今夜の夜行で引き上げようと思いまして。今夜
後ほどちょっと伺います。どうぞ。千代、先生にお茶あげな。どうだい、浜のケーキ屋。おや、おいでなさい。東京はどうだね。どうにもこうにもねえや。ちっと回してくれよ。相元の弟が魚してて魚がねえってんじゃ話にも何にもなりゃしねえや。姉さん、なんとかならねえかい。なんぼ弟でも、そうはいくまいね。へえ。兄貴はどこだい。船着きにいるはずだよ。よし来た。じゃあ今日は一つ談判して、どうしてもマグロ五六本。そうだ。じゃあ姉さん、娘っ子の生きのいない一匹いねえかい。娘っ子？何するだね。何ね、出入りの屋敷で女中頼まれてんだ。誰か行くやつはねえかい。さあ、今はねえだろうね。弱ったね。どっかいねえかね。長年のお得意様なんで、何とかしてやりてんだかね。そうさね。まあせいぜい心当たりを考えててくんね。ほら、一っ走り行って兄貴に会ってくる。そうですか。それはちょっと驚いたでしょう。あの娘は私も教えたことがあるんでよく知ってるんですが。何、大したことじゃないんですよ。僕はむしろあの野生的なたくましさの中に何か素晴らしいものがあるような気がして、それを書きたかったんですけど、残念なことしました。ちょっと失礼します。どうぞ。大体気の強い娘だったんですが、半年ほど前にあの娘の父親と兄が沖へ出たまま行方不明になってしまったんです。お、母親を幼い時に亡くしたんで全くの一人ぼっちになってしまったんです。ああ、それはかわいそうですね。相当打撃も大きかったんですが、それよりも村の人に同情されるのをひどく嫌がりましてね。なるほど。ああやって一人で頑張ってるんです。お、で生活の方はどうしてるんですか。それは網を引いたり魚をはがんだりすればやれないことはないんですが、いつまでやってるんですかね。僕も心配してるんです。なんだ、おかみさんけ。冗談じゃねえよ、本当に。そんなものぶっくらったら死んじまうじゃねえか。だって、何か用け。ちょっと相談があってな。上がらせてもらうよ。
とにかく立派なお屋敷なんだ。給金はもちろんいいし、行儀作法から料理まで何でも教えてくださろうってんだ。俺もこれはいいと思うだがね。いっぺん東京祭だと女っぷりは良くなるし、行儀は覚えられるし、こげんなとこに一人暮らしてるよりどのくらいいいかしんねえよ。先生も行けってのけ？行ってみたらどうかな。違った暮らしを経験するということは悪いことじゃないからな。やだ、おらやだ、おらここで父っつぁんたちの帰ってくるの待ってるだ。そんなおめえ当てにならねえことをまず言うたって嘘だい。帰ってくる、きっと帰ってくらい。おらおらおら東京なんか行くもんけ。悲しむ気持ちはよくわかるよ。しかし人間というものは諦めると同時に立ち上がるということも大切なんだよ。みんな君のことを心配してるんだ。僕だって君の兄さんとは幼な友達だし親友だし、君に悪いことを勧めるはずはないじゃないか。そんな先生、オラが東京行ったらどうなるべ。オラに勤まるべえか。勤まるとか勤まらぬとこじゃない。新しくいろいろなことを覚える。そのうちにはいいこともあるだろうし悪いこともあるだろう。しかし君にはそれを見分ける力があると思うんだ。先生がそう言うならほら行くよ。どこへだって行くよ。何もないけど今日は盛大にやってちょうだい。大したもんだね。何かい？
これはみんなお前さんたちが。当たり前よ、いくらなんでもおつやさんの送別会じゃないの。私たち出し合って買ったのよ。おつやさん、あんたお嫁に行くんだろ。嘘よ、うちに手当たりないから帰るのよ。どうだか。いや、ほら、だったらバナバナいいね、年頃ってのはまったく。あ、こっちいらっしゃい。お、こっち来ね。お、食いね、食いね。え、魚屋さん、紹介するもんよ。あった、書いてあるかりした。うん、うん、この子はお浜ちゃんってんだ。何しろ浜で育ったんだから生きのいいことは無理ってもんだ。まあ、よろしくお願いしますよ。うん、お浜子、挨拶しねえ、挨拶。え、いいかい。うん、この人はお峰さんってんだ。勤続13年この屋敷の、うん、主みたいなもんだな。それから、こちらがおゆきさん。うん、これでも女学校出て行儀見習いに来てる、ヒステリーだ。インテリーだよ。あ、そうそう、そのインテローだ。それから、こっちがおつやさん。今夜田舎行けちゃうの。その代わりがおめえってわけなんだ。魚屋さん、私も紹介してよ。うん、うん、こっちはあのお向こうの女中さんだ。それから、こっちはあの五六軒先の何でも恐ろしく子供のある女中さんだ。おふみさん、あんたんとこも大変ね。私とても体が続かないわ。ああ、田舎帰りたいわね。こんにちは。あ、おたまちゃん。いや、あのこれお願いします。はい、ちょっと寄ってらっしゃいよ。でも叱られますから。いいじゃないの。何でもじゃないよ。でも本当に叱られますから。じゃあおつやさん、お達者でね。ありがとう。あんたもね。じゃあごめんください。あの子もかわいそうにね、いつもビクビクしてさ。どうつやがある。うん、親父がいけないんだよ。しょっちゅうお給金の前借りに来てね、聞かなきゃ芸者に売っちまうと脅かすんだよ。もっとわがなさいよ。まだたくさんのよ。あ、そうだ。おい、くんねくんね。あ、そうだ。おめえもこっちに寄ってくんね。え、うん、そう。じゃあこれ挟んでちょうだいね。これ持ってくのけ？で、どうすればいいんだ？持ってけば、あとはお峰さんがやってくれるわ。時は物を下に置いて手で開けるもんですよ。そうけ。うん、ご返事の時ははいというものよ。はい。なにその顔は。まあ何をすんのこの子は。蚊が止まってただよ。ほら、こんなに血を吸って憎いやつだね。ここはいいから、あっち行って庭の掃除でもなさい。はい。ミネヤ、何しろ田舎もんで何にも知らないんだから、お前たちがよく教えてやらなきゃダメですよ。はい、それはもうよく言い聞かせてございますんですけど、本当に愛すいません。やめさせておくれ。はい、いやだね、あんな歌を歌って。いいじゃないか。
面白い歌だよ。お父様、ご近所に悪いわ。ミネヤ、行って止めておいでよ。はい。心は桜切って寄せるか海のさ。お母さん、そんな歌歌っちゃダメよ。歌っちゃいけねえのかね。当たり前じゃないの。ここはお屋敷の中よ。そんな下品な歌歌うんじゃないのよ。何聞かぬって聞かないのか。何するだよ。危ねえっちゃ。危ねえよ。危ねえ。まあするもんだよ。そんなことしたらろくな子にならねえだよ。余計なこと考えないでいいのよ。とにかくたった一人の大事なお坊ちゃんなんだからね。何でもはいはいって聞くのよ。俺には分かんない子だな。この靴にはこの墨を塗って、この靴にはあの墨よ。こうやって薄く塗って、少し乾いたとこでこのブラシで磨くのよ。うん、じゃあね、はい。こんにちは。あ、お、君は。この野郎、何しに来やがった。高校先までつけてきやがって。何を言って、そんな敬礼ったら敬礼ないか。おはまさん、どうしたっていうの。この方お客様よ。こいつがけ。なんて失礼な真似すんのさ。あの方お嬢様と結婚なさる方なんだよ。あいつがけ。だってあの人はオラが田舎いるとき、オラの後ばっかりつけてきやがっただよ。へえ、そうかい。それで、あんたにどんなこと言ったの。どんなって、オラの姿がいいとかなんとか変なこと言いやがったから、オラ食いついてやっただよ。食いついた。それからどうしたの。そんだけだよ。本当にそれだけだい。当たり前じゃねえけ。東京に奉公に出たとか聞いてましたけど、まさかことは思いませんでしたよ。でも少し変な子なんでございますよ。本当に失礼いたしました。 いえ、そうじゃないんですよ。実に純真で、まるで海の中から生まれたような子ですよ。健康で、素朴で、そして劇場を持って素晴らしいもんですよ。まあ大変なお気に入りようなのね。ゆうき、ハマ呼んできてちょうだい。は、あの、私どもは気がつきませんで大変に失礼いたしました。お許し願えませんでしょうか。いえ、何でもないんですよ。そりゃいいのよ。だから黙って呼んできた。はい。とにかくあんたが変なことするとみんなこの私が叱られるんだからね。気をつけてくれなくちゃ困るわよ。うん、はいって言うもんよ。言葉から直さなきゃダメよ。お浜さん、お呼びよ。いらっしゃい。そらごらん。どうも大変失礼しましたってよくお詫びするのよ。うん、うんじゃない。はいだったでしょ。はい。何でもないんだよ。ねえ、お浜、この方がお前の絵を描きたいとおっしゃるから描かせてあげなさい。
ほら、やだ、そんなこと。別に辛くないのよ。漁師のなりで立ってるだけよ。漁師ののりは魚取るときにするもんだ。絵の手本じゃねえだよ。お金もくださんのよ。そんなことして金取って何になるだ。金なんか働きゃ取れるもんだ。のり子さん、もういい加減にしておきなさい。だって根尾浜、この方大変お前を気に入ってるのよ。何言ってんです、のり子さん。だってさっきそうおっしゃったじゃないの。ほら、変なこと言われるの綺麗だよ。浜、その顔は何です。あっちおいでなさい。どうだった、叱られやしなかった。くだらないことばっかり言うね。よっぽど暇人だよ。掃除したの誰？あ、お浜さんにしてもらったんですけど、まだ慣れませんから。何かこう置いといたハンドバッグがないのよ。まあ、お金は30円ぽっちだからいいんだけど、おじさまにいただいた珍しいハンドバッグなのよ。でもまさかお浜さんが。わからないわよ。田舎者は珍しいものを見ると欲しくなるかもしれないわ。そんな人じゃないと思うんですけど。とにかくよく調べてちょうだい。はい。じゃあこうしてちょうだい。調べてみろとおっしゃるのよ。じゃあやってみたら。だってそんなことできないわ、いくらなんでも。だって言いつけたらしょうがないじゃないの。でも言いつけだって私にはできないわ。じゃあ私がやってみましょうか。でもそんなひどいこと。いいわよ、貸してください。坊ちゃんのお部屋が全部散らかってるのよ。ちょっと片付けてね。はい。浜さん、もう使い慣れた？
慣れたことは慣れたけど変だね東京の人って。どうしてさ、奥さんお嬢さん揃って働きゃ女中なんて3人もいらないと思うがね。そうなんだよ、うちなんかひどいもんだよ。奥さんも旦那も何にもしないで毎日ベラベラ退屈して、ご飯から洗濯か犬世話までやらせるんだからね。犬もけ？うん、そうなんだよ。私はね、近いうちに辞めるつもりなんだよ。辞めてどうすんのけ？工場で働くのさ、もっともっと非常時になってごらんよ。おかしくて、報いの世話なんかしていられるかってんだ。おふみさん、どうしたの？生まれ苦しいもんで、今お医者様行ってきたとこなの。まあ、そりゃいけないわね。あんた歩けるの？おぶってってやろうか。大丈夫よ。あんた、ダメじゃないか。どうしたんだ。いいの、ありがとう。大丈夫よ。うち入って休まないとダメだよ。本当にありがとう。もう何でもないわ。大丈夫か？じゃあ無理しないね。気をつけてね。大丈夫だ。あら、何するつもりなのよ。ダメじゃないか、そんなことしちゃ。本当に大丈夫なのよ。旦那様は失調だし、奥様は病気でしょ。私がやらなきゃ他にやる人はないのよ。だってそんなこと言ったってこれ以上悪くなったら困るんじゃないよ。そうだよ。じゃあここはオラがやってないから。そんなこともあんたも叱られるわよ。いいだよ。さあダメよ。この人寝かしておくと困るわ。構わねえよ。ダメなんだよ。奥さんに私はやるからね。そのことはみんなやってやる。おい、ゆずるねえよ、洗濯してろ。あの人、マスターのとこの姉やさんよ。どうしたの？おふみさん、病気なんだよ。みー、手伝ってくれんの？そうだよ。坊ちゃんたち遊んでんなら手伝ってくれんかね。だってこれからセミ取りに行くんだもん。セミなんぞ後でいくらでも取ってやるよ。ほら、うめえぞ。ほんとかい？手伝おうか。うん。どうすればいいんだ？あ、坊やはポンプ係。あとの3人はあの棚を持ってきて譲りなさいだ。そうだ、坊ちゃんたち手伝おうかね。このうちの女中さん病気で困ってるんだ。どうするんだよ。あとでオラが遊んでやるよ。オラはパスポールでも何でもうまいぞ。本当かい？じゃあ手伝おうか。うん、うん、じゃあ手伝おう。どうすればいいんだ。金ちゃんあっち行って縄持ってきて、お前とお前は竿持ってきて、あとの子みんな急いでくれ。人だね。あのね、お母さん、僕どうしてもあの人と結婚した方がいいんでしょうか。そりゃお前、お父様が生きてらっしゃる自分からのお約束なんだし。それはそうですけど。何か気に入らないところでもあるの？なんて言うのか、どういうのかな。そ
そりゃお前誰にだって欠点というものはあるんですからね。それにお父様同士親友で、お前だって初めは喜んで承諾したんだからね。それにあの人だって根はいい人なんだから、なるべくならね。まあ、じゃあちょっと行ってくるよ。行ってらっしゃい。病気だってことは聞いてたけど、ねえあちゃんもどうかしたのかね。ねえお母さん、うちでもお手伝いに行かなくちゃいけませんね。そうだね、本当にうっかりしてたね。笑うもんだ。坊ちゃん男だろ。さあ笑ってみな。そうだ、その調子その調子。偉いぞ偉いぞ。そうだ、いい気持ちだろ。さあもっとやるべ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 。いいかい、あんたはうちに奉公してる人なのよ。うちの仕事ほったらかしてよその仕事するとがあるかね。だっておふみさん病気なんだよ。それで困ってたから手伝ってやったんじゃねえかい。それじゃなぜ子供と遊んでたのさ。うん、そりゃ手伝ってくれたから遊んでやったんだよ。あんたはこのうちの雇い人なのよ。このうちからお給金もらってんのよ。それとこれとは違うよ。なんてこだろう。もう私じゃダメだ。奥様に言っていただくから。おみねさん、およしなさいよ。そうガミガミ言ってもダメよ。だんだん覚えてくるんだからさ。ガミガミ言ってはしないけどさ、あんまり強情だから。お互いに奉公してるんですもん。仲良くしましょうよ。ほらの田舎じゃな、みんなそうするよ。でなきゃ魚は取れねえし、嵐にでもなりゃえらいことになってしまうだよ。田舎と東京とは違うよ。ユキ、まだなの？はい、もう少しなんでございますけど。ダメじゃないの。それ明日学校へ出すのよ。遅れたらお天が悪くなるじゃないの。はい、すいません。今夜中にやって明日の朝きっと間に合わせますから。ずいぶんのロマね。じゃあきっとやっとくのよ。はい。なんだよ、ゆきさん。それお嬢さんの宿題け。そうよ。何をしてるのかね。あれ、旦那様。何ね、こんなに辞書があるのに高い野菜買うのもったいないと思いまして。おお、君はお百姓もできるのかい。できました。面白そうだな。旦那様もおやんなせましよ。うん。
どれどれ。ダメだね、そんなへっぴり腰じゃ。こうするだろ。うん、そうか。うん、うん。どう、どれどれ。その調子、その調子。肌は黒いが心は桜、知ってよ背中海の幸、波の運動で心がそろう、その拍子で。旦那さん、あら、旦那様、お浜さん、そんな歌いけないってのは分かんないの。かまんかまん。でも旦那様、あ、お浜さん、奥様お呼びよ。はい。しかし空いてるところを畑にするのはなかなかいいじゃないか。悪いとは申しませんわ。でも何も女中の花跡に合わせてくわふらなくたってよろしいじゃございませんか。いかんかな。ご主人はご主人らしく威厳というものを保っていただかなくちゃ。しかし歌ってもらった方がなかなか調子が出るんだよ。おみなはまたいらんことを中心したもんだ。お浜さん、どこ行くの。そっち休んだらここ手伝うのよ。たくさんあるのよ。私心配なんだけど、ちょっと見てきちゃいけないかね。うちにこんなに仕事があるの分かんないの。余計なおせっかいって悪口言われるぐらいのオチなのよ。何の得にもなりゃしないわよ。ちょっと浜さん、これ出してきてちょうだい。あ、出してくるわ。すぐ帰ってくるのよ。道臭くっちゃダメよ。はい。行きゃいいの。ちょっとぐらいいいじゃないの。何も悪いことするわけじゃないし。あんたはそんなこと言うからあの子つけ上がんのよ。でもね、もう少し仲良くしてやってよ。ひょっとすると私、近いうちにお暇をいただくかもしれないのよ。あら、本当？ええ、うちから奥様の方へ手紙が来たんですって。じゃあいつかの縁談？ええ、今年中にって向こうが言うらしいの。あら、そう。そりゃそりゃ。でもあんたがいなくなるとまた私忙しくなるわ。だからお浜さんによく教えてあげてよ。教えたって言うこと聞かないんですもの。あの子と来たら強情だから。本当に変なことございますよ。そうかね、うん、あんまり変な真似をするようなら断ろうかね。でもそうなるとまたお前たちが忙しくなるしね。金ちゃん、条件でよかったな。さあ、これでいいだろう。じゃあ生まれそうになったらすぐ呼びにおいでね。飛んできて手伝うから。だけど夜だと困るな。あ、そうか。じゃあ口笛吹けば出ていくよ。
ちは。お仕事？ええ。あら、よく似てるわ。やっぱりお浜の絵思い切れなかったのね。これならモデルいらないじゃないの。僕の描きたいのはこんな外面的なもんじゃないんだ。この子の持ってる精神なんです。本当にそればっかりかしら。私この子の顔だって割にいいと思うな。芸術家の感激なんておかしなものね。ねえ郁夫さん、うん、あの子のやること少し変じゃない？だって理由があれば別に変なことないでしょ。どんな理由？君に話してもわからんな。まあ大変なのね。それじゃあ今日の私との約束なんかすっかり忘れてらっしゃるでしょ。何でしたっけね。まあいいわ、精一杯仕事なさるといいわ。気が向いたら後からいらっしゃいな。まるのかい？今さんまさんいたけど遅いっていないんだよ。そう？それは困ったな。他にないの？知らないんだよ。どうしようか。困ったね。まあ行こう。どうしたの今頃？あ、島田さん、どっかにさんまさんないかね。さんまさん？うん、今生まれそうなんだよ。一体誰？誰でもいいんだよ。さんまさんがいるんだよ。さんまさんと、この辺にさんまさんどこだっけな。遅いな。どうぞ。ありがとう。ああよかったよかった。どうぞお願いします。大丈夫ですよ。慌てなくなくちゃってね。私が来たからにはもう安心です。大丈夫かな。ああ大丈夫だ。まだかな。どうしたんだろうね。遅いねおじさん。遅くなって大丈夫？大丈夫。きっとみんなもう寝てる。そう。じゃあおやすみ。さよなら。とにかく今日限りここの家を出てってもらうからね。何にも言わないで田舎へお帰り。そりゃ
帰れと言われれば帰りますけど、どういうわけなんでしょう。まあ自分の頃によく聞いてごらん。私が改めて言う必要ないはずよ。私にはよくわかりませんです。おかまさん、まだそんなこと言うの。あんたがどうしても知らないって言うなら私が。ミネ、もうやめておくれ。二度とそんなことは聞きたくないからね。さっぱり私には分かりませんけど、そんなに私のすることが気に障るんでしたら仕方がありません。帰らせていただきます。つまらないところなんですもの。そうかね。何にもなりませんでした。そんなことはないだろう。第一君は随分変わったじゃないか。あら、そうですかしら。東京でいいのは子供たちだけでしたわ。後の人は変な人ばっかり。この人、私たちがいつかなくしていたものをちゃんと持ってる人だったのね。それがのりこさんにわかりました。感心しちゃったわ。だってね、この間の上海で近所の人がみんなママのことを褒めるんでしょ、うん、私どういうわけですかって聞いたら、ほら、おけやのおさんのことや洗濯の一件がすっかり分かってしまったんです。そしてね、お母さんのことまで褒めるんでしょ。そのうちの奥さんは女中で分かるんですってなるほど。で、お母さん何て言ってました。お母さんなんだろう、困ってましたわ。一番手を叩いて喜んだのはお父さんだ。
行くんだし、あんたもあんまり年を取らないし身を固めた方がいいわね。奥様、私なんかもらい手がねしませんわ。ところがあるのよ。本当でございますか。本当よ。あんた、魚屋のおかみさんになる気ない？あら、あの魚立でございますか。そうなの。あの人、あんたが欲しいんだけど、どうしたらいいだろうかって相談に来たのよ。あら、私、どうしましょう。でも奥様、そうなりましたら、代わりがございませんと奥様が。うん、それはいいのよ。のりこだってとしこだって立派に働けるし、本人たちもその気になってるんだから。これもみんなお浜のおかげね。お浜さん、今頃どうしたでしょう。あの人もきっと幸せにやってるよ。ああ、国が広く太平洋へ、よいよせ続ゆく方、海の民、そりゃさ波の運動で心が揃う。そりゃさ随分変わったな。まったくだ。綺麗にはなるし、女らしゅうはなったし、あれじゃ石黒先生の奥さんにしてもおかしゅうねえの。まったくだ。